初めてのお使いに行ってきたぞ。初めてじゃない。おかえりー。おかえりー。はい、こっちこっちこっち。何買ってきた？ムミネ。ムミネって何や？あ、何か分からんかった。うせやん、言ったやん。午後の紅茶にしよう。あ、いいのか。え、そうやで。そうなん？うん、言ったやん、ストレートピー。午後の紅茶って言ってくれるの分からんね。うせやん。ミルクティーかなんか。ストレートピーありがとう。当てる当てる。あ、よかった。あえてちゃんと適当に前飲んでたから。これ？お水。前飲んでたから。前飲んでたからこれ。こっち向いて。向いて。奈々。ケツしか映ってない。みんなありがとう。なんかマシュマロみたいな。あ、マシュマロ。あ、それな、コップに、ガラスのコップに貼り付けて。何それ？水野菜だ、注ぐ。綺麗。これ誰の？それみねの。これ適当に食べる。あれシュークリームって言ったよな。うん、シュークリームどこかわからんことやから。耳ね、マシュマロは焼きマシュマロがいい。待って、奈々ちゃんと、何？焼いてるか？好き。焼いてるか？ちゃんとレシートまで持ってきてくれたの。焼いてるぜ。レシートしてる場所がわからんかった。あ、OK です。しかも見て、ヨーグルトソーダ味やって。食べて。他に、食べてみるわ、ほんなら。ありがとう。ありがとう。お釣りは？もう返したん？ちゃんと、ちゃんと入ってました。早っ。レシートと一緒に。あ、やるやん。財布ごと行ったんや。じゃあ次シュークリーム。ナナそこおったらパパの匂いになるで全身。ナナシュークリーム。逃げた。ナナシュークリームって。なんでやねん。後で後で。いや生配信始まるから。あ、そうか。生配信始まったら行くな。え、ほんで自分は何？自分の何買った？ハイチュウとカルピス。飲み物は？なんで？ハイチュウちょうだい。ナナちゃん今日髪の毛いい感じやな。まあ、や内巻きになってる。もう始まる？うん、もう始めなあかん。おう、もう過ぎて。さてとさてと。ミネが動画撮り出した。さてとさてと。なあ、雪玉1個投げたらさ、卵がさ、100個ぐらい出てくるよ。ものやばいよ。さてと、ナナちゃん。ミネ側の動画あれは名前知ってやってる。どうした？うん。どうした？あ、痛った、膝が。あのさ、うん、お腹すいたからシュークリーム買いに行こう。ふざけとる。ふざけとる。え、みんなで買ってきて。一緒に行こう。うん、一人で行く。一人で行く？また買ってきてくれるの？あ、じゃあお願いしようかな。ヒカルいるもんない？ないよ。ゆうちゃんは？ミミネが頼むのにリュウちゃんがお財布を出すっていう。私な、カバン置いてきてん家に。じゃあさっき全部取った。さっきのお釣りと1000円新しく入れとくからな。考えて帰ったよ。あ、ここの貝が勝手に取ってきた。取ってきたから。懐かしいなあれ。パパはじゃあ。パパいらん。いる。え、ナナミミネ何がいるか分かっと？シュークリーム。あの大きなツインシューな。シュークリーム。大きな大きなツインシューな。シュークリーム。シュークリーム。ナナパパこれあのおかわり。黒いやつ。ナナは。ええ、無理、黒いやつ。ナナは何？好きなもん買ってき。やった。ナナが言ってくれた。俺の金。はい。オッカー。はい。あのさ、レジのさ、二人で今しましてるさ。え？ミミネが若い頃好きそうな塩顔のあの190センチ超えてるぐらいの男性二人が揃ってる。ミミネ塩顔が好きなの？え、わ、ミミネが若い頃好きそうやった。若い頃好きそうとはどういうことでしょう？若くないもんな。どういうこと？若かったら好きそうってこと？どういうこと？おい、買ってきたもん紹介せんかい。え、自分で紹介してよ。偏見や偏見。はい。何？合ってる？あー正解。なにこれ。なにそれ、なにそれ、なにそれ、一番ちょっとびっくりするやつ、それなんか、おい。なにそれ。なんかパンみたいなんに。ふんわりしようくり。すごっ。え、こっちの方があれやな、重みあるな。で、いくらやったん、全部で。足りた？800何円ぐらい。やったー、はい、食べたかってんだな、ありがとう。ありがとう。やった。小腹空いてたのよ、くら寿司って。お疲れ様でした。